新緑の季節は畑や田んぼ、高原の草にとっても急成長の時期です。ここ八幡平市の安比高原では地元の有志の人たちが中心になって昔の芝草原を復元しようという実験が去年から始まっています。実験は安比高原ブナの駅そばの中の牧場を柵で囲み、その中に馬を放牧して草を食べさせようというものです。今回は遠野市で馬の堆肥を使った農業や山から木を切り出す作業を馬でやっている岩間さんの協力を得て4頭の馬を放牧することにしました。この地域でも昔は馬や牛を放牧していたそうです。しかし機械化が進み、農作業で家畜を使うこともなくなると、次第に藪が生い茂るようになりました。10年ほど前から定期的にボランティアによる草刈りをしてきましたが、限界がありました。馬を放す、ね、草を食べるということだけでも価値になるし、そのあと景観とか野芝の植生とか、そういういろんな意味が価値として出てくれば非常に、ね、馬がいてこの景観があって文化があってみたいな、その相乗効果で価値が出れば非常にいいなと思います。今年は例年よりも10日ほど早かったレンゲツツジが見頃となってきた6月上旬、馬たちがツツジの間を駆け回る様子は観光客やカメラマンにとっても魅力のある風景となったようです。馬に草を食べてもらって昔のような芝草原の風景がまた見られるようにしたい。そして安比高原ブナの虹輪とともにちょうどいい散策コースにもなりそうです。10月中旬まで続く馬の放牧、その実験の結果はどうなっているのか期待が高まります。